はい、こんにちはです。よろしくお願いいたします。今回の動画は、ワールドスター千賀滉大選手を使ってみた。やっていきたいと思います。はい、先日から開催されているワールドスター第2弾で、このですね、超奪三振賞になった、この最強シリーズとなったこの千賀滉大選手、早速極めてきたので、まあ、今回の動画はですね、この千賀選手が、まあ、ランク戦でどれだけ化け物なのか、まあ、どんだけ強いのか、というところをランク戦で試していきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですね、千賀選手当たった方などはですね、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、分かりそうだと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、ではまずですね、称号チャレンジからやっていこうかなと思います。で、千賀選手の狙いの称号で言うと、まあ、ギリギリですね、まあ、球威スタミナ同値など狙えないので、まあ、制球が少し低いんで、まあ、制球が上がる称号をつけばいいかなということで、まあ、1回しかできないけど、ちょっと極意書全然ないんで、極意書1枚、意味あるか分かんないけど、1枚だけ使って頼む。制球上がればベストやな。まあ、こういう時意外と上がるんでね。制球上がる称号をつければベスト。頼む。あ、これ、キャーないか。あ、でも圧倒的な9位か。え、制球上がったっけ。いやー、まあ、とりあえず今回はこれつけとこうかなと思います。さあ、頼む、強い相手。おー、来たね。5割2分4厘。いや、この方を抑えたら本物よ、千賀さん。はい、ということで、1試合マッチングします。おー、いいね。中日純正で5割2分4厘はすごいな、普通に。で、リボン持ちやったね。さあ、ということで、千賀さん1試合目やっていこうかなと思います。大島洋平さん使っとるんや。とりあえず追い込みたい。追い込んで、超奪三振ショーでいろんな球を投げたい。だから一旦インコース通信も入り。ナイスベストピッチ。ナイス。あ、ちょっとね、制球低いんで、千賀さん。ベストピッチをいかに出すかが重要。で、千賀さんで自分がよく使うのが、ここのフォーク。これギリギリボール。あ、オッケー。これでいい。一球見せ球見せて、で、左バッターにはここのスプリーム。結構曲がるんでね、このスプリームも。いや、ナイスボール出ろ。よし、これで、いや、どうするか。一回、いや、これ、インコースでいいな。インコース、真ん中から。これ、ボールでしょ。頼む。いや、抜けや。よっしゃー。いや、これ、抜け強いぞ。この超奪三振賞出た時の真ん中付近のフォークめっちゃ強いかもしんない。で、一旦引っ張り警戒にして、カットボールでカウントを取る。頼む。いやー、ちょっと曲がりすぎか。外角スラブとか行ってみるか。いやー、広角出てたかな。ちょっと見てない。いや、引っ張るか。いや、取れる。あ、じゃ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 あ、いや、怖っ。いや、細川さん欲しい、この最新のやつ。いや、最新の細川さん、マジ欲しいわ。で、引っ張り警戒にして、まあ、このね、外角の真ん中フォーク。これ、鉄板。いやー、うまいね。まあまあまあ、しょうがない。一本ぐらいはしょうがない。ビッシーか。4番ビッシーなんやね。結構、現役寄りだね、この方の純正。一旦、インコース、ビタビタストレート。ナイス。いや、これはうまいわ。いや、今の打たれん、いやー、今の打たれんのはしょうがねえわ。いや、こっから抑えるじゃん。いや、今のはしょうがない。まあ、5割2分ぐらいあったよね。5割2分2失点なら、まあ、上出来でしょ。ここ、ボール球振らせたい。このスプリームのボール球。あ、オッケー。さあ、とりあえず打って、これ逆転したいね。千賀さんを負け投手にするわけにはいかない。で、お相手投手が大野雄大さんですね。この雄大さん、あれかな、上通のやつかな。ちょっと写真だけでは判別できんかったの。いや、これあれか、横だな。え、珍しい。横か。横の雄大さんはとりあえずストレートだけ貼っとけばいいか。あっ。で、千賀さん、1年目からすごい活躍でしたね。マジでメジャーで。新人王ランキング2位かな。で、オールスターにも選出されて。いや、マジですごかった。サンタナ。サンタナ、マジで外せん。マジで、同点に追いつかないとマジでまずい。よーし。さあ、抑えるよ。あ、石川拓也さん強いね。特能出ると83まで上がるんだ。で、さっき、ストレート、ビタビタの打たれたから、とりあえず通信も入り。はい。一球スラーブとかで、カウント取れそうじゃない？意外と、ここの。いやー、うまいな。バスさせ、セカンドでさせ、バス。いや、無理やな。いや、うまいな、お相手さんが。ちょっと、高めのフォークとかどう？意外と。あんま使う人いないけど。ナイス！いい球。フォーク、テンポ、早めでバンバン投げてく。これ入るんじゃない？ストライク。いや、うまいな。いや、取れるよ。オッケー、ナイスボス。バースは意外と守れますからね。守備適性こそ F やけど、意外に守れる。で、一球さっきも投げたけど、ここのスプリーム。ボールでもいいな、これ。いや、入りすぎ。あ、オッケー。で、このスプリーム見せた位置から、ツーシーム見せる。まあ、回転は似てないけど。いやー、振ってこんか。
ちょっと流し打ち警戒にして外角カットボール、これギリギリ入ってほしい、ギリギリ入ってナイスボール。いやーこれはきつい、これはしょうがないな、これはしょうがない、誰でも取れんわこれは。でバトルフェイス京田さん、これ代打かな、さすがに、さすがに代打か。加藤さん、これ代打の神様か、加藤さんって覚醒よな、これは。あー代打の神様か、結構強いね。ツーシーム甘ツーいくわ、意外にここの甘ツー強い千賀さんの、頼む。いやいいねいいねいいね、来たよ、奪三振者追い込んだらさっき投げたこの真ん中からのフォーク、抜けても落ちてもどっちでもいい。いや強っ、いやこれ強いぞ。でこうなるとこのスロースライダーとか結構曲がるよね、相当曲がると思うんだけど、ボールなんじゃない。いやー振ってこないか、縦スライか、縦スライもだって相当曲がるもんね。これボール球振ってくれるんじゃない、意外とこことか。いやーちょっと厳しすぎるな。じゃあもうこうなったら甘酢やな、うん、甘酢甘酢しか勝たん。よしよっしゃー、いや3点はまあ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 上出来じゃない、あとまああとはもう逆転するだけ。大山さん行くわ、久々に使うな大山さん、大山さん代打。いや何も出ないと、まあ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 統計ね、まあミート打ちしてもいいなこれ。ただミート打ちってむずいんだよね、スピリーグのさ解説とか何回か入らせていただいたけど、プロの方とかはミート打ちめちゃくちゃうまいよね。ナイス大山さんやばいわ、久々に使ったけど。ということでもう1試合いこうかなと思います。おおいいね、5割と3割8分、まあ4割近く、一番検証になるんちゃう。はい、ということで2試合目ですね、ローテ回してきました、お願いします。待って、強制してしまう。待ってくれ。千賀さん、もう一回ローテ回すのはさすがにしんどい。待って。5点やろ。まだノーアウトないよな。いや、待って、強制してま、待ってくれ。止まらん。結構時間かかるよね。1時間ぐらいかかるからさ。あ、ミスった。普通にミスった。いや、落ちるんかい！そういう時は落ちるんかい。ちょっとミート落ちしていい？あ、すいません。ミート落ちするわ。ミート落ちマジで。スピちゃん予選に向けて練習したい。あ、待ってなんかうまくねこんな感じ、ミート打ちって、ミート打ちってこんな感じ。いや古田さんでいくわそのまま。あ、もう諦めてる、相手諦めてるって、相手諦めないで、やめて頼む、もう一回ローテ回したくないんで俺。あ、ちょっと頑張ります、もう一回。おぉ、めっちゃ重さきた。5割4分1厘。次の日、さすがに2ローテ回すのきつかったんで、次の日に取ってます。はい、では3試合目です。お、リボンも持っとるね。まあ、この相手に通用したらマジ最強。ってことで3試合目やっていこうかなと思います。あー、1番、新城岡本さんか。いや、隙負けするか。でも、広角出てないから、引っ張り警戒にして、一旦外角フォーク。頼む。いやー、ちょっと荒れてんね。ここのね、右バッターに対しては、ここのスラーブで結構カウント取れるイメージがある。オッケー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 。で、ビタビタストレート頼む。いや、ベストピッチが出ない。いやー、ナイス。いいよ、いいよ、いいよ。奪三振賞出た。で、なんか奪三振賞出たら、ツーシームが A らしい。変化量的には。これ、フルベ。どう？いや、見る？甘ツーやな。この甘いとこのツーシーム。お願いします、頼む。よし。いやー、それはしんどい。まあ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 、打ち取ってはいる。いや、大山さんか。広角は続くね。じゃあ、長径にして、広角出てるか。広角出てるけど、まあ、一球ぐらい外角放っときたよね。外角通信。いやー、もう、くそ。あかん。これじゃ強さが伝わらん。まずい。これじゃ千賀滉大の強さが伝わらん。オッケーオッケーオッケー。ファールは取れてるな。サンタナね。いや、サンタナ使ってんのちょっと親近感湧くな。OK、ナイス。いや、インコースのストレートツーシーム結構振り遅れてるな。焦ってるから、ちょっとインコースのフォークとか。まあ、2点で抑えればまだいいでしょ。5割4分だっけ ?5 割4分相手に2点で抑えればまだいける。で、高めスプリーム。よし頼む、お願い。よし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 。いや、いいよいいよいいよ。あ、この正隆さんはいつのだ？あ、スピカイ正隆さんか。まあ、正隆さんもね、まあそれこそアベレージヒッターのやつとかだったら、まあスピリッツ解放する価値はあるっすよね。まあ特に純正の方とかだったら、阿部比正隆さんスピ解する価値はあると思う。ちょっと甘めにツーシーム。ちょい甘。取れるでしょこれ。これ取れるよ。よしよしよし。
いや2点は上出来、2点ならまだいける。これいつのメルセデスよ。スピ替えしてないか、ツースプね。あ、ツースプじゃない、マッスラツーシーム。はいはいはい、まあ、メルセデスも強いよな。ほんとスピリッツ解放する価値めちゃくちゃ高い選手ですよね。いやコントロールよ、いや超コントロール20丸。やっぱねこの超コントロール20丸って得のめちゃくちゃ強いですよね。あんまり制球高くなくても狙ったところに放れるから、いやこの得の強いよな。よし、飛びすぎじゃない、待って飛びすぎじゃね、バース。いやここゼロに抑えれば全然いける。ローズか、いやオーダー仕上がってんね、めっちゃ似てんな俺とオーダー。一旦カットボールでカウント取って OK。 いやー取れないか、いや打ち取ったと思ったけどな。城島さんこれ代打かな。いやー丸さん来たね、これ TS かな、 TS じゃないか、巨人版の丸さんか。超広角打法出てないから、ちょっと長径にして外角の縦すら取れるでしょ、これは取れる取れる。ああ、よし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 、ナイスナイスナイス。いやー全出し岡本和真、怖っ、怖すぎだろ。スプリームあんま合ってないんだよねこの方、スプリーム合ってないからいい感じにカウント取りたい。ナイスボーで、インコースストレート頼む、ナイスボー、いやーナイスボー、いやー出ねえか、奪三振ショー。じゃあこのツーシーム投げそうなところにフォーク、これたまに振ってくれる。いやーちょっと行き過ぎで、どうしようかな、スプリームいっか、合ってないから。これボール球でいい、ボール球、ナイスベストピッチ、よし、ゲッツ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 、よし。いや2点は上出来でしょ、あとはもう打つだけ。負けた、はい、ということでちょっと最後負けちゃったんですけど、まあ千賀選手自体はですね、まあ5割超えの相手に、まあ、2回2失点と3失点かな、まあ、結構しっかりね、まあ、試合は作ってくれる選手なので、まあ、本当にこの千賀選手は、まあ、過去最強シリーズかなと個人的には思ってるので、まあ、ぜひ獲得した方はですね、千賀選手育成して、まあ、ランク戦等で使っていただければなと思います。ということで今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、わかりさたと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。And I didn't understand that you